今日の秋田の注目人は、桐生大輔さんです。どうぞ、スタジオにお越しください。どうぞ。うわ <laughs> さあ。秋田が生んだ、うん、ジャパニーズエルビス。はい、よろしくお願いします。桐生大輔さんで、よろしくお願いします。しいしますかっこよくない,い。かっこいいです。中華。はい、中華、はい。はい。 衣装すごいねあのー、今日はあのー、シミナちゃんのためにですね、ええ、一番高い衣装を着てきましてこれ当然自前の衣装なわけでしょ、うん、そうですねあのー、ねアメリカで買ってきましてアメリカでえエルヴィスのお家でですね今、まあ,あのエルヴィスのお家が今観光名所になってるんですけどメ,メンフィスあメンフィス、うん、はいそこで,で買ってきたの なかなかですねすごいね日本でただ一人じゃないですかこれ着てるのはうん確かにそうかもしれないそうだねドキドキっちゃったそんな素敵な衣装に私ちょっと触ってもいいですかえ、触るだけだよ触るだけだよイジちょっと今日ファンの皆さんがいらっしゃってるんですけどあのええーちょっといいですかええ、すごい これ一個一個ついてるんですね。ベルトもちゃんと革だ。そうなんです。実際にこれはあのエルビスが着てたあの洋服の衣装屋さんが作ってる衣装なんですよ。はい。本当これサイズぴったりだ。ぴったりでした。ねねついでにですね、ちょっとマイクの位置変えていいですか。ああ。そっか。いやー。すごいな。衣装が見えるように。 あ、そうですね。ね<え>はい。かっこいい。なんだろう、うん、このすこの凄さ。スター性抜群だね。<笑><笑>そうですか。いやいや。とこ,こでちょっとプロフィールをご紹介させてください。<え>はい。キリュウさんはですね、秋田県出身です。え、うん、十五歳でエルビスフレスリーと出会いロックンロールの虜になりました。ほう。十五歳でエルビスに出会い。はい。はい え、なんでまたエルビスの取り組みになったの。そうですね。まあ、ちょうど十五歳というと、まあ、僕が秋田にいて。うん、中学校だったんですけど。うん、まあ、その当時林さん、あの音楽って、ね、ビジュアル系とか。うん、なんか、ね、ピンとこなくてですね。男っぽいこう、音楽ないかなというところで。うん、ロックンロールを聞いて、うん、あ、これだと思ったんですよね。はい。うん、世代的になって。 俺の時代は、結構ロカビリーとかロックンロールとか。ね、横浜銀蝿流行ってたし、ね、みんなリーゼントですよ。全然時代違うもんね。ですよね。うらやましいですよね。僕からしたら。はい。その時代に生まれたかったですよね。あ、そう。俺もやってたんだよ、リーゼント。今じゃね、ぺ、ね、し、なっとしちゃってるけど、髪が。今日湿ね、あ、今日は湿気ないですね。がないけどね。うん。その後ですね、さまざまな。 コンテストに出場されているんです日本のエルビスコンテスト、うん、ジャパニーズエルビスを探すで3度優勝されていますその後世界大会にも出場していますさらに昨年アメリカのコンテストでも6位入賞という成績を収めています、はあ、振り付けとかは自分で考えるのいやこれはエルビスのあの映像を見て映像を見てそれを覚えて、うん、そうですねへー、うん 実際にもコンテストで、このように衣装を着て、歌ったりなどされてるんですよね。はい、そうです。この衣装を着て。コンテストの採点の中身って、どういうところが項目であるんですか。そうですね。何項目かありまして、それで点数つけるんですけど。まあ、ボーカル力とか、あとはどれだけエルビスに似てるかとか。あと、もちろん衣装のですね、点数もありますね。あとは。 カリスマっていうどういう感じでしたかね,<ー>ね審査するのかあれなんですけど。 カリスマ性っていうのもありますよ、ねね、エルヴィスプレスリーって言ったらね、うん、アメリカを代表する、ね、カリスマ性のあるやっぱりスターでしたからねそこななんだよな、うん、もしアメリカの大会で優勝したらその後の人生は変わるんですか、はい、ねあのアメリカではねいろんなところでエルヴィスの,そ,のそっくりさんというわけじゃないですけど、うん、あのラスベガスとか、うん、ハワイとかでショーをやってるので、うんうん、優勝するともうそういうところに引っ張りだこで。 もう一生食べていけるっていう感じですよね。いや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 、すごいね。ここまで惚れ込んで、これをずっと貫き通してるね、のが素晴らしいわ。どうしてもなんかね、あの日本だとこうエルビスの存在、ぼやっとしてるのかなっていう気がするんですよね。日本に来てないですし、来てないのか。来てないんですよ。 えー、だからそのエルビス僕を通してですね、うん、あのもう一回あの触れていただいて、うん、っていうい魅力をね感じてほしいなと思いますけど、うん、うそうなんだよな世代的にね俺は結構感じてるの、はい、曲もやっ,やっぱりいっぱい聴いたし、うんうん、でやっぱり DVD なんかでも映像を見たし、うん、分かんないでしょあまりエルかりスす分かるには分かります。 お、じゃあ嬉しいですね。良かったですね。今日は。あとのハンドドッグとわかる？ユーエンラスバムハンドドッグね。お上手ですね。お上手ですね。大好きだから。そうです。えだから大好きくん大好きがうわうまいうまい。 <laughs> <laughs> んと嬉しいな今日、はい、もキ桐生さんは秋田県出身なんですが、はいまあ、拠点は今東京で主に活動されていいますよね、うん、はそれでですね、まあ、全国各地でさまざまな場所であのディナーショーなども行っているんです、うん、あそうなんですね。うん、でどもおととい七夕の日は秋田でねキャッスルホテルで、はい、ディナーショーをやったりとかはい盛り上がりました。 すごいでしょう。もうね、ファンの方々がいやもうありがたいですよね。地元でこうやって会場にまでね、ファンの方が来るってね、私初めてですよ。いやいや、僕も今日びっくりしました。なんでいるんだろう。この情報はどこで入ったんでしょうね。そうなんですよね。びっくりしましたけどね。もうディナーショーも300人を超えるたくさんの人たちがあのアキキャッスルホテルに集まってくださったんですよね。はい。もうすごい人数でですね、大盛りみんなで踊って楽しくやりました。いいですね。 うん、なんかもっと歌声聞きたいですよね聞きたいよ歌ってもらってそこで踊りたいもんツイスト踏みたいもん石田さんのツイスト見たいですでしょ、はい、意外といけてるんですよ <laughs> 体重いからね少しねスローだけどね <laughs> <laughs> ぜひぜひねぜひ次の桐リさんのディナーショーまで、はい。うん あ、そうですね。はい、鍛えていてください。そうですね。今度ですね、あの9月の21、22日、アルベの方で、はい、あのワインフェスティバルというのがあるみたいで、はい、それに出ます。あと毎年12月に大町のキャットウォークさんで、あのクリスマスライブをやっておりますので、今年もやりたいと思います。なるほど。はい、参加したいな、行きたいな。ぜひよろしくお願いします。さらにですね、CD も販売されてますよね。え、そうですね。えっと3枚ありまして。 こちらが、えーうん、僕が2017年3回目の優勝、うん、日本でして、うん、でアメリカの世界大会に行った時にですねサンスタジオというここでロックンロールが生まれたって言われてるんですけど、うん、エルビスが実際にレコーディングしたスタジオでそしてあのエルビスコンテストがですねあの音楽評論家の湯川玲子さんが審査委員長なんですが、えー、3回優勝したということであの湯川さんに1曲 役指をしてもらいました。そんな貴重な CD ですね。すごいじゃないですか。わらま。あとはこちらはですね、ブルーハワイ映画撮ったところ実際カウワイ島に行ってレコーディングしてきましたという CD もあります。こだわりがあるね。やっぱりね、どっかエルビスに行ったとことかコンサートしたとことかでやっぱりね、なんか恩恵を受けながらレコーディングしたいなということで。 まああとはこれはね、はい、あのオリジナル曲で、えー、35分戻りたいという、うん、曲となっておりますこちらはもう皆さんカラオケでぜひ歌って楽しんでいただければなと思います5分戻りたいはい気になりますね,ね35分後に何があったんでしょう戻り,戻りたいくらいのことがあったんだねね聞いてからのお楽しみということです歌詞はそうそういう歌詞になってるのえあのそうですねあのやっぱり恋愛の歌ですかね<ー>、うん、なるほどね これどこで買えるんですか。これはあのえっ、ー、とレコショップとか、うん、あとはまあインターネットでも買えますので。確かにね。うん、はいはいぜひぜひし、えー、詳しくはキリさんのホームページなどご覧いただければと思います。はい、最後にテレビをご覧の皆さんに一言メッセージいただいてもよろしいでしょうか。はいえっ、ー、と秋田出身のキリル大輔ですけれども、えー、これからもですねエルビスの魅力を伝え、そしてあの皆さんが幸せになれるようなライブやステージをお届けしたいと思っております。 これからもご支援よろしくお願いいたします。今日の秋田の注目人は桐生大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。